皆さん、ごきげんよう。今日は脳の構造と機能の話をします。脳は脂質とタンパク質からなる柔らかい組織です。脳は体の中で最も重要な器官であるため、とても頑丈な頭蓋骨で守られています。頭蓋骨内は髄液で満たされていて水の中に豆腐が浮いているような感じです。麻婆豆腐を上手に作るコツはひき肉をカリカリに焼くことです。 成人の脳は女性で約1.2キロ、男性では1.4キロの重さです。だいたい体重の2.5%です。頭蓋骨を含めた頭の重さは体重の10%くらいです。ちなみにマッコウクジラの脳は9キロ、ゾウさんは5キロくらいです。脳は表面面積を確保するため、濃孔、いわゆるシワがあります。人の脳を広げると2.2平方メートル、新聞紙を広げたくらいの広さになります。 シワが深いほど知能が高そうですが、そういうわけでもありません。バンドウイルカの脳は約1.5キロと人よりも重く、シワも人よりも広いですが、その知能は人の3歳児くらいです。ちなみにキリンはもう、シマウマはワンワンとなくそうです。脳は大脳、小脳、脳幹に大まかに分けられます。 大脳は脳全体の80%を占める最も大きい部分で、思考や知覚、記憶、言語、運動など脳機能の中枢です。小脳は大脳の後ろの下側、ちょうど後頭部にあります。運動をコントロールしたり、体のバランスを保つ働きをしています。脳幹は大脳の下にある中脳、胸、塩髄からなる一連の部分を指します。心臓の動きや呼吸、体温、体内環境の調節など、 生命活動を維持するための重要な部分です。塩髄蹴りは相当危ない蹴りというのが伺い知ることができます。塩髄蹴り絶対ダメ。大脳は2つの大脳半球、左脳と右脳に大きく分かれており、脳梁という神経繊維の太い束で結ばれています。脳梁の他に、前後連後後連などの神経繊維でも左右の半球は結ばれて情報を伝達しています。 大脳は表面から奥へ向かうのに従って、大脳神秘質、大脳変円形、大脳規定核部という部分から成り立っています。大脳の表面にある大脳神秘質は灰色をしているため、開白質とも呼ばれています。ここに神経細胞が密集しています。その下には白色をした白質があります。白質には大脳神秘質の神経細胞から伸びる神経繊維の束があります。 これから、ベルニッケや,やブローカや、四角屋などの名称がついた部位を紹介していきますが、これらは開白質が当たります。白質は影に隠れている印象ですが、脳の各部位をつなぐネットワークとして非常に重要な役割を果たしています。近年、どの領域が密に連結しているのかを解析する方法として、拡散テンソル画像法が用いられています。英語でディフュージョンテンソルイメージ頭文字を取って DTI とも呼ばれます。 工事機能障害の評価、メカニズムの検討、脳内ネットワークの検討に用いれています。人など知能の発達した動物ほど新皮質が発達しています。人では大脳皮質の90%が新皮質です。大脳新皮質が思考や知覚、記憶、言語、運動など高度な脳機能の中枢といえます。厚さ1.5から 4mm の組織です。 人はこの大脳神皮質が発達しており、大脳皮質の約90%が神皮質です。神皮質の発達により、大脳の奥へ追いやられることになったのが旧皮質、古皮質です。この旧皮質と古皮質の部分が大脳変遣形に当たります。変遣形とは文字通り縁に追いやられたという意味合いがあります。 大脳変縁形は怒りや恐怖、不安など原始的な感情や食欲、性欲などの本能、さらに記憶に関連している場所です。大脳変縁形がいわゆる心や感情に深く関わっている場所といえます。最も奥にある大脳規定核は、脳幹や小脳と連絡を取り合い、運動やバランスをコントロールしています。 また、大脳神秘質は特に大きな溝によって前頭葉、頭頂葉、側頭葉、後頭葉の4つに区分されています。中心甲、別名ローランド甲を境に手前が前頭葉、後ろが頭頂葉です。外側甲、別名シルビウス甲を境に上が前頭葉、下が側頭葉に分けられます。頭頂後頭甲と後頭前接根の後ろ側が後頭葉です。 頭頂用と側頭用の間の明確な溝はありませんが、頭頂側頭接合部と呼ばれる境界があります。ここに味覚屋やウェルニッケ屋という言語屋があります。これから色々な脳部位の名前が出てきます。困惑しがちですが、解剖学的な定義があるのでざっくりと覚えましょう。上側頭肝、中側頭胞など、肝や胞が出てきます。肝はシワの膨らみ、胞は表面のシワの部分を指します。 その位置関係によっても名前がつき、前後左右、外側内側、肺側腹側など各領域に名前がつくことがあります。ブロードマンの脳地図という分類方法もあります。これはコルビニアン・ブロードマンが脳細胞を染色し、均一な部分をひとまとまりにして区分したものです。大脳は11の領域、さらに細かく分けて52の領域に区分しています。 1908年に発表されたものですが、総構造の違いの発見、特定の脳部位と機能差の結びつきやすさもあり、現在も利用されています。大脳新皮質は場所によってそれぞれ異なる機能を持っています。そのため、例えば物を見て認識する機能のある視覚やが損傷すると、物を見ることができなくなります。こうした機能は、運動や、感覚や、視覚や、聴覚や、連合やなどに対別することができます。 運動屋は動きの指令を出す部位、感覚屋は外からの情報を受け取る部分、連合屋はこれら以外の部分で、運動屋と感覚屋の橋渡しや総合的な情報処理をしている場所です。大脳は大脳縦列という大きな溝によって2つの大脳半球、いわゆる左脳と脳に分かれています。左脳と脳という表現は一般用語で、学術的には左半球と右半球といいます。 とはいえ、左右の脳は完全に分離しているわけではなく、脳梁という神経繊維の太い束で結ばれ、互いに情報を交換しながら活動しています。他にも前後連、後後連といった繊維で左右の脳は連結されています。そして不思議なことに、左右の脳は、それぞれ反対の体をコントロールしています。左半球は右半身、右半球は左半身に対応しています。 これは左右の脳から出ている神経が円髄と脊髄のあたりで交差しているからです。これを交差支配と言います。そのため、左半球を損傷すると右半身に障害が現れます。左右の脳は、構造、機能的非対称性、分子レベルの機能的の違いが示唆されています。また、左右の脳は異なる働きをしていると推測されています。 主に左半球は読む、書く、話すといった言語機能、右半球は空間認識、顔認識といった機能などを持っていると考えられています。脳の各部位は両側に同じように分布しています。左右の部位で異なる働きをする場合や、同じ機能はあるがどちらかの方が優れている場合があります。左半球に言語やがあるというのは、右利きの人の95%に限られます。 左利きの人の65%は右半球に言語屋があります。左右の脳に言語屋がある人もいます。一般的に左脳、右脳と聞くと、左脳は論理的や計算、右脳は映像、直感や感性、芸術性、創造性を担う、というものですが、その科学的な根拠はなくフィクションと言って良いものです。左脳型の人は論理的、右脳型の人は直感的とも言いますが、このようなものを支持する研究はありません。 脳の左右差脳機能の極在性の研究を推進させたものに、ロジャースペリーの分離脳研究があります。この研究は1981年ノーベル生理学、医学賞を受賞しました。分離脳は、左右の脳を接続する脳量が切断された状態です。難治性の転換の治療方法としてこの方法が用いられます。 分離脳患者は脳量が切断されているため左右の脳に入力された情報をもう片方の半球に伝達することはできません。例えば、左視野に映った情報は思考作上角などを通じて右半球に投射されますが、その情報は右半球のみで処理されることになります。言語や話題して左半球にあるため右視野に映った文字を読んで答えることができますが、左視野を経由して右半球で見た文字は読めません。 しかし、患者は左視野にある物体を左手で掴んだり、認知したりすることができました。スペリーはこの方法を使って、いろいろな実験をし、左半球が発話に関わり、言語、計算、分析に優位であること、右半球では無口となり、単純計算はできるが複雑な計算はできないこと、空間認識、顔認識に優位であることを示しました。 これら一連の実験から、分離脳、脳量切断、患者が左右の脳で独立した意識を持つと報告しています。しかし、これは分離脳患者の特殊事例であり、健常者は左右半球が密接に強調して機能することを留意する必要があります。彼の分離脳研究は、マイケル・ガザニガに引き継がれて発展しています。心はどこにあるのか、人はこの謎の答えを考えてきました。 6000年前のエジプトでは、心は心臓にあると考えられていました。実際に恐怖や緊張を感じた時にドキドキします。胸が弾む、とか胸が痛む、ハートがうんぬんといったように、心が心臓にあると捉えられていたことがわかります。4000年前のバビロニアでは、心は肝臓にあると考えられていました。肝が座る、腹の虫がうんぬんとかいった言葉もあります。 古代ギリシャ時代では、医学者のヒポクラテスは、心は脳にあると考えました。さらに哲学者のプラトンは、心は脳と脊髄にあるとし、知性や理性は脳に、欲望などは脊髄にあると考えました。しかし、プラトンの弟子のアリストテレスは再び、心は心臓にあると考えました。その後、ローマ時代になるとギリシャのイシガレノスが、心は脳室にあると考えました。 脳質とは脳の奥にある脊髄液で満たされた部分のことです。この説は中世で長く信じられてきました。17世紀、哲学者のデカルトは脳の中心部分、消化体が心の源だとしました。19世紀になると脳の研究が飛躍的に発達し始めて、心が脳の活動によるものであるという説が一般的になってきました。 19世紀以降、脳の各部位が独立した機能を持っているとする大脳極在説と、脳の機能文化はなく全体で一つの機能を持つとする、等脳説の間で論争がありました。大脳極在説はその後、脳の一部を損傷し特定の機能を失った人の研究が報告され続けたこと、等脳説は人ではなく動物を対象としたものを根拠に提出された説であったため、大脳極在説が有力とされるようになりました。 食材説の先駆者はオーストリアの医師のガルです。19世紀初頭、彼はいろいろな能力のそれぞれが脳の異なる場所によって担われていると考え、他よりも優れた能力を司る脳界に相当する場所が肥大して、頭蓋骨を押し上げると考えていました。この考え方は骨相学と呼んで流行させたのがガルの弟子のシュプルツハイムですが、これは個人差を検査する心理学固有の専門領域の先駆者でもありました。 骨葬学自体は疑似科学に過ぎませんが、19世紀以降、議論されてきました。脳の損傷と知的な能力との関連を示す有名な臨床例として、1848年にアメリカの東部バーモント州で起きた事故が挙げられます。 鉄道敷設工事現場で誤って爆発が起こった際に、25歳の現場主任だったゲージの頭部を先が尖った鉄の棒、長さが1メートル以上、直径3センチメートルコンマが左方から入って情報へ貫通しました。当時、頭から出血しているゲージを見て、誰もがもう助からないぞい、と思っていたようでしたが、荷台に乗せて町医者のところへ連れて行くと、失神から回復したゲージは自分で起き上がってきちんと医者と会話もできたそうです。 医者の手当の回もあって、傷も可能もせずに回復したものの、左目の方は失明してしまいました。言語障害や知的障害もなかったのですが、代わりに、もはや彼はかつての彼でない、と言われるほどパーソナリティが変わってしまいました。現場主任を務めるほど、計画性に富んでエネルギッシュで理知的な人物、が、我慢が足らず、感触持ちで、他人に敬意を払わず、下品な人物、と変わってしまったのでした。 仕事も続かずに転々とした後、38歳で亡くなり、冒険から貫通した棒の位置が前頭ように原曲していることが分かりました。1861年にはフランスのブローカーが脳卒中後に、タン、としか話せなくなった失語症患者の左脳に得意な損傷があることを報告しました。これは言語機能の一部が脳の特定の領域と関連することが臨床的に示された初めての例です。 この患者は言語を理解することはできるものの、自分で発話することはなく何か言わなければならない時にも、たん、たん。」とつぶやくだけでした。このような運動性の失語をブローカー失語、患者の損傷のあった左半球の過前倒壊の部位をブローカーやと呼んでいます。なお、保存されていた患者の脳を20世紀になってから再調査した結果、ブローカーが想定していたよりも損傷部位が大きいことが分かりました。 1874年ドイツのウェルニッケは様々に異なるタイプの失語症例を本にまとめました。その中に、左半球の上足倒壊の損傷によって、流暢に言葉を話すが、言っていることは全く意味をなさない症例がありました。ブローカ失語に対して感覚性失語あるいはウェルニッケ失語と呼ばれるようになりました。 フェルニッケ失語症患者の特有のこの言語表現は、ジャーゴンと呼ばれ、美合うなお抱かえかのようなことを言ったりします。